SKE48 松村香織のグーグーダスのわーイエーイ、はい、ですね、今日は、はい、上野かすみちゃんからの紹介で後藤里奈子ちゃん、はい、イエーイ、はい、自己紹介お願いします。はい、リサコゴリララリルレリン、はい、チーム K2 中学3年生の後藤里奈子です。イエーイ、そしてリサコは5月29日で、はい、15歳になりました。おめでとう。若い。 15 だよ。年取ったね。でもいや、ちょっと待って、入ってきた時何歳？12歳か。12歳。あ、3年だよ。やばいよ。だってやばいよ、もう時のね、流れがね、ここ入ってすぐ早くなった。小6だったもんね。それが今中学3年生の受験生になってしまいました。そう、そんなわけでね、かすみんからの紹介だったんですけど、ね、びっくりした。3期生つながりかも。あ、そうなんだ。そっか、なんか、うん、こうあんま携帯鳴らないからさ、久々に携帯鳴ってびっくりしたの。うん、そしたら、うん、かすみんからで、うんうんうん、パッて開いたら、カオタンのグータスの前に出てもらいます。なんかマネージャーの連絡メールみたいな感じで来て、もうさ、カズミンかなんか分かんなかった。そう、来たでしょ。 それをね、送ってねっていつも言ってて、それで、まあね、まあ、あの前回の動画でね、多分見てないからいいんだけど、あの胸圧が続いてるんでしょよ、実は。え、どういうこと、どういうことね。胸厚メンバーが続いてるねっていう話をカズミンとしてたの。うん、あの、1回目が、うん、あのね、金子しおり。うん、2回目が、竹内舞。3回目が、今出舞。うん、4回目が、上野かすみ。うん、だから、5回目これ。おかしい、おかしい、おかしい、おかしい。でも私は将来性があるもん。将来性があるもん。ちょっとね、うん、っていう話をかすみとしてたのだから、やばいね、みたいな。胸熱続いてるけど、次、熱いかな、みたいな。ちょっとおかしい、おかしい、おかしい。まあ、5番目にだけに後藤なのかな、それ。ああ、そういうことか。そっち？いや、でも結構、まあ、私は。自分で言うのはなんだけど、何、何、何、いいよ、いいよ、いいよ。言って言って思うんですよ。なんか、中学3年生の、うん、そこを見るのはどうかと思いますよ。どうかと、そこ、あ、そうだね、中学3年生のそこを考えるのはどうかと思いますけど、ね、うん、胸熱いです、私は。お、自分で言ったね。まあね、そんなのは置いといてですね、まあね、続いていくのかな、胸熱がって、私は思うんだけど、ちょっと気になるんですけどね、うん、このね、連鎖がね。で、そんなことは置いといてですね、はい、この、グーグータスのわーの事情聴取行いたいと思います。で、これテキパキね、はい、このはいとイエ札でね、答えてってもらって、はい、その答えててもらってから、あのちゃっちゃかちゃっちゃか掘り下げていきたいなって思うので、じゃあリサコ答えてってほしいと思います。 OK、はい、できます。はい、1コメ欄を見たことがあるか。はい、うお、あります。かおたんはこのまま萌えキャラで OK か。いえ。同じチームの中に絡みづらいメンバーはいるか。いえ。メンバーとガチで喧嘩したことがあるか。はい、SK48 モバイル選挙に自分に投票したか。いえ。松村香織には全てにおいて負ける気がしないか。いえ。他のチームがいいと思ったことがあるか。いえ。松村香織に物申したいことがあるか。はい。SKE48 以外のオーディションを受けたことがあるか。あ、いえ。カオタンのことが好きですか。はい。ぶっちゃけ全く話したことがないメンバーっている。はい。給料は自分で管理してますか。はい。正直 SKE48 の中で自分が一番可愛いと思う。いえ。卒業を考えたことがあるか。はい。 SKE に入って周囲の反応は変わったか。はい。ゴリラキャラでいいんですか。え、いえ。キャラ編を考えている。え、ってかもう変えたもんな。はい。おー、
総選挙ガイドブックの支配人のコメントに納得しているか。納得、うん、はい。もっと胸厚になりたいですか。はい。ちょっとどうしよう。SK48 でスタイルがいいのは自分だと思う。え、まあそこそこ。SK48 で一番歌がうまいのは自分だと思う。いえ、ラムネの飲み方ユニット、いや、ラムネの飲み方公演のユニット人選は納得いきましたか。はい。松村かおりより自分の方が可愛いと思っている。はい。この企画に呼ばれて嬉しいですか。はい、もちろんです。水着グラビアはしたいですか。いえ。おお。最後に3期生のことは好きですか。はい。イエーイ、以上ありがとうございます。ありがとうございます。で、そのわけでね、どん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 聞いていきたいなって思うんですけど、はい、まあいろいろ気になった点もあったのでちゃちゃか聞きたいと思うんですけども、わかりました。はい。まあ1個目は見たことがあるかないか。はい、はいを選んだんですけど、うん、これはあのチーム K2 の出張公演の時に、うん、みんなで笑いながら見てた。, 笑いながらって、なんだっけ、あれがみんなの金や、ダンタカダンタニャーってやつ、ダンタカダンタカダンタダンタワンニャー、それを見てみんなで大爆笑した。あはははって言って、でもコメントくれてたもんね、リホさんと一緒に見てるよみたいなね、コメントした。そうそう、カスミも速攻でイエーとかめっちゃされたから、ありがとうございます。はい、ね、まあこれね、今未来聞いてるんだけど、このまま萌えキャラでいいのかっていう、イエーだとね、イエー、なんだろうね、なんか萌えキャラってなんか、まあ今のとこカータンぐらいかな。うん、そうだね。だけどなんかこれからなんだろう、萌えキャラね、カータンに加えてなんか入ってくる。いないでしょ、そんな子は。わかんない、わかんないよ。いないよ。だって私思うもん、なんかけど、いそうだもん、なんかこれから。いない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 。じゃなんか普通になんかあの握手会とかで、うん、あの全国握手会とかで選抜メンバーと一緒になんか やさせていただくときに、うん、あ、ごめんね、なんか選抜メンバーと BBQ しか知らないんだけどってあのよく言われるんだけど、うんうん、あ、そうなんだ、あ、はい。え、っていうのがあったってこと。あるある、よくある。え、何それ。だから BBQ、 あ、なんか選抜メンバーと BBQ しか知らないから、意味が分からない。あ、こっちも、あ、そ、マジかマジかってやつだけど、だからそう、だからカータンがこうやって入ってくる小学生とかもこれから増えて、まあ、もう一回が増えてくるにあたって、ちょっと待って、はい、マジで笑える。ちょっと待って、選抜メンバーとバーベキューしか知らなくておかしいでしょ、それ。おかしくないよ。おかしい。カータン、カータン自信持ってよ。ちょっと待って、もう笑えてくる。ちょっと待って。そうだ、まあでもね、うん、だから最近ね、うん、ちょっともう、うん、N17 歳とか言うのもどうしようかなっていうのをすごい思ってて。言ったよ、31歳でつけてあげたじゃん、小学校6年生の時に。そう、31歳言ってくれたんだよ、13歳の。リサ子が13歳の時に、なんか逆にして31みたいな、30、31って言って。ババアババアで31みたいな、ね。言ってた。まあでもそれもまだね、うん、あれ続いてるよ、たまに言われるもん。31歳なんですか。そう、井口さんとかにも、うん、あの、井口様とかにも MC では言われるし、うん、ファンの人にも全然、そう、31って言い始めたのは、まあ、リサ子なんですよ。そうなんです。そう、研究生公演の時に、もともと始まったのがここの関係だったから、そうなんです、ここ。ね。うん、ね。そうそうそう、こいつがもう12歳とかだったから、そうそうそう。で、私はもう最年長だったから、うん、ずっと研究生公園でピーピーキャーキャー言ってて、ね、懐かしいね。そうそうそう、年齢ネタとかでね、うん、いじられたり喧嘩したりとかそんな感じでね、やってた。懐かしいな。懐かしい ねキャラ変したいな。でね、同じチーム内絡みづらいメンバーはいない。いない。大丈夫それは。あ、なんかもう馴染みましたか。そう、なんか最初の方はでも確かに、うん、まあ、みんな先輩メンバーだったし、うんうんうん、なんか年も結構離れてるし、あ、そうだね、そう、だからやっぱなんか本音を言えなかったやとか、うん、あ、あの方振りがあれだな、あの、うん、ちょっと違う、あ、違うって思った時にも言えなかったりとかしたけど、うんうんうん、でもなんか最近全然別に、まあ今は大丈夫、余裕余裕、お、じゃあ馴染めた、はい、もうカズミも馴染めたってこの間カズミ言ってた、でももう馴染めたかなみたいな。カズミ先輩だけど、そう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 、馴染めたって言ってたね、うん、で
あとはあれ私これ聞き忘れてた。メンバーとガチで喧嘩をしたことがあるか。あ、はい、やったよ。あれ聞いたっけ。聞いた。誰とした。え、りょうさんかな。おー、ゴリホ。そう、したかな。したんだっけ、うん、したか。あ、してたね。うん、した。あ、してたね。した。それだけ？りほさんだっけ？うん、でもね、なんか、その、ガチ喧嘩した後に、お仕事があって、その、二人で。あ、そうなんだ！二人で、うん、やばい！なんかその、夜に喧嘩して、やばい！これは気まずいと思って。うん。だから、あ、でもなんか、私、そんななんか、ネタすぐ焦る人だから、うん、もうなんか、別に気にしなかったから、そんな、お仕事だったし、いただいたお仕事だったし、うん。だったから、もう普通に話しかけて。普通に大丈夫だった。おしまいだった、うん、その時だっけ。まあ仲直りしたからね。 うん、なんか自然に治った。そうなんだ。そう、そうなんだね、うん、はい、次。はい、SK モバイル登録してると思うんですけど、はい、選挙を自分に投票したか。いえいえ、まだ何もいじってない。そう、いじってないんだけど、お母さんが、うん、私のブログとかを見るために登録してくれてて、うんうんうん、そういう投票、お母さんの携帯で、それで投票してくれてた。一票。そう、一票。一票入ってます。ちなみに私の携帯、自分でまあ登録してるんだけど、うん、ね、何ステージ？ゴールドステージなってる？なってるかな。まあ、ちなみに私、ゴールドステージです。もう、イェイ。ゴールドステージかな。あ、イエスイエスイエス。ゴールド。ゴールド、ゴールド、ゴールド。ゴールド。すでにゴールド。わかるかな？ゴールドステージ！ゴールドイェイ！イェイ！めっちゃうちら新規じゃないよみたいな。そう、新規じゃない。新規じゃないよみたいなね。お子さんですよ。そう。で、私はまあ登録した。ちなみに私は1票自分で入れた。お、貢献しました。貢献、自分に。自分にね、はい、まあまあまあ、よし、次。次、松村香織には全てにおいて負ける気がしない。で、何やったっけ。あ、いいえってして、あれ、はい、うん、負け、あ、いいえ、負ける気がしない。あ、家だった、家だった。なんで、え、なんだろう、え、別になんかそんなライバル、うん、なんか別になんか比べてはないけど、カータンと、うん、比べてないけど、なんか別にカータンなんかね、真逆だもんね。そうだね、真逆だから別に顔なんか上とかなんか下とかないと思うけど。おお、まあ、うん、まあ、確かに。そう、まあ、この質問は、まあ、ちなみにあのグーグタスでね、うん、ファンの方に募集した質問だから、もう私が考えて言ってるわけじゃないんだけど。私からこう言ってるわけじゃないからね。そう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 。で、他のチームがいいと思ったことがあるか。いいえ。お、でも決意でよかった。そう、本当にそう思う、本当にそう思うんですよ。よかったね、それだったら、うん、なんかね、決意でよかったって思う、本当に、うん、お、それはいいことだ。イエイ、はい、で、松村香織に物申したいことがあるか。はい。何ですか。いや、なんかカータン、何でしょうか。カータン、あの、あそこどう思ってるのかと。えー、それじゃ、だってカータン、私のカータンのロッカーに私の写真が貼ってあって。そう、あーって思って嬉しかったの、うん、でその数日後に落ちて。ちょなんかさ、落ちてたの、その写真が、うん、で、それ、あ、しかもそれなんか自分で拾うのもなんだったから、うんうんうん、放っておいたの。そしたらなんかミキティがなんか持って帰ってくれたらしくって。え、うん、そう、私写真なくなったのって。そう、じゃあロッカーにね、りさこの、うん、あのファンの方にめっちゃ可愛い生写真もらったから貼ってたの2枚でも、あの、なんだっけ、磁石で止めてたんだけど、うん、その磁石が弱いやつなんだよね、私。なんか弱いのつけてて、したらなんか、そう、なくなってたんだって、いつの間にか。あ、ちょっとね、くじけたからね、あの、カオタンと私のロッカー隣だから、自分の写真落ちてんじゃん。落ちとるかなとか思って。そう、なんかさ、あれ、なんだっけ、着出しの衣装のやつと、そうそうそう、あと、ウィニングボール？ウィニングボールの衣装。の2枚なんだけど、うん、そのないの、ミキが持ってんのじゃあ。たぶん、ミキティのね、家の冷蔵庫に貼ってるんだって。で、ちょっと待ってよ。それそれが、ね、返してよ。あ、それはそうか。そう、嬉しめんなの。そう、嬉しかった。え、ひどくない？私は一応 K2 リサコ推しめんなのに、またそのリサコの推しめんのミキが持ってるっていう、これ。嬉しいね。おい、あ、みんな私のもの、私のものだよ。ちょ、もうちょっとこっち来て、ちょっと。なんだ、そうだったの。そう、写真がなくなってさ。で、私、あの、サヤミンさんが好きだから道重さんの写真も一緒に貼ってたんですよ。そしたらさ、道重さんだけになってて、リサ子なくなってるから落選。そう、落
戦しますね。好きだよ。あ、じゃあリナコは本当にその私あの、うん、リハーサルだっけ、その初日の、あ、初日、はい、ラムネの飲み方公演の、でも言ったよね、めっちゃ可愛かったよって、うん、聞いた、それはちょっと嬉しかった、嬉しかった、本当に可愛かったんですよ。私なんかめっちゃ私的にすごい目を引いたメンバーだったから、リサ子がやった、びっくりしたんだよね、なんかあ研究生の時のリサ子と本当に違うと思って、嬉しいな、それは嬉しい、どう思ってるか、好きですよ、あ、嬉しいな、まあ写真は消えたけど嬉しい、紛失したね、あとは、はい、そう全く話す、じゃない、ちょっと待ってね、 SKE48 以外のオーディションを受けたことがあると、うん、いいえ、2期生のオーディションには来てたけど、あ、一緒だ、そうだ、2期生のオーディションだけかな、そう、でもね、私回ってたんだ本当は、なんで、あの3期生の、うん、SK3 期生のオーディションの時に私の好きなアイドルグループさんのオーディションが同時にこう行われてて、あー、そう、あれだね、 AKB さんとコラボしたグループだね、そうだね、で曲も出したよね、そうで私、うん、元大ファンで大好きだったから、うん、え、どうしようと思って、その時にそこのグループさんはオーディションが芸能事務所からオーディションだったんだけど、いつもは、あ、そうなんだ、その時は一般からの応募で、うん、え、これは高まってチャンスだったの、うん、でも、まあ、東京だし、うん、SKE 名古屋だしみたいな感じで SKE も好きだったからね、家から通えるね、 SKE しました、あ、そうだったんだ、まあ、でも結果いいと思うよ、結果ね、ね、うん、はい、で次が、そうなんだね、うん、知らなかった、それは、うん、あんまり公表しなかったからね、うん、知らんかった、でぶっちゃけ全く話したことがないメンバーっているか、はい、おいるかも、逆逆見えてない、いますよ、多分いるかな、うん、誰、ま、でも誰っつったら分かんないけど、え、でも結構ご期生のことは、あ、そうだね、あんまり合わないっていうか、合わないから、え、誰だろうかな、でもそうだね、合わないから喋らないか、喋、うん、らないね、いや別にその好き嫌いとかじゃなくて、普通にただ単に合わないし、接触する機会がないからって話か、そうね、ああ、それはそうかもね、うん、喋りたいけどねまあ怖いとは思われてないと思うけど、でもね、うん、私だもん、うん、大丈夫でね、次が給料は自分で管理してるか、はい、おー、すごいね、いや、うん、してる、自分で、意外、それ嘘、うん、別にお母さんにはそんなじゃあまあまあまあね、なんかね、うん、で、SKE の中で自分が一番可愛いと思う、いえ、ナルシストキャラは、じゃあそう、ナルシストですよ、ナルシストだけど一番かどうかって書いたらまた別じゃないですか、あ、ちょっと自信がない、そこまで、そのタイプ、なんか、なんだろう、タイプとか、うん、まあ、一般受けとかあるじゃないですか。うん、一般受けとか、一般受けとか、うん、まあ、好みとか。そうだね。あるじゃないですか。まあ、一を決めろって言われたら、うん、まあ、まあ、その戦いが起きるわけですよ。うん、この子は可愛い。でも、あの子の方が可愛い。うん、いや、あの子だってなるわけですよ。うん、ああ、そしたらなんか、まあ、めんどくさいから、まあ、私ではない、うん、私じゃないメンバーだっていうのは、まあ、確実ですね。そうなるのか、そうなるね、なるほどね、うん、で卒業を考えたことがあると、はい、おお、あります、いつ、え、なんか結構あるくない、誰でも、まあ誰でもあると思うよ、誰でもあると思う、私も全然あったし誰でもあるけど、うん、でもまあやっぱり学校の方でなんかまあ、うん、うまくいかないとまあ考えた時期あったけど、うん、でもまああれだよね、乗り越えられたかなって、うん、なんか2つあった、でもなんか自分が2人いた、なんか自分がそう2人が自分の中に2人いた、うんうん、なんか学校が学校愛なんだぜみたいな言ってる自分と、うん、いやでもこっちも自分楽しんでんだぜみたいな言ってる自分が2人が喧嘩して、うん、その時なんかうわーってなんかもうここでなんかもうバーンってなんか爆発してたけど、うん、
まあここ一致団結したこの2人が今大丈夫今大丈夫大丈夫今は余裕そう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 誰でもあるよねあるよねまあ、まあ、ここでも結構ねファンの方とかって卒業したいって思ったことないみたいな感じで思ってる方が多いみたいで、まあ、こういう質問も多いんですけど結構みんな多分ね何回か思う瞬間が、ね、あると思うこの時活動してるとね、うんまあ、今はないから大丈夫です大丈夫です大丈夫ですでねゴリラキャラでいいのっていうので今はなんだ違うのヘアプリンセスえいつから変わったのヘアプリンセスでこのキャラ編を考えてるで、うん、はい私はまだゴリラキャラのリサ子までしか知らないなんでなんでなんでプリンセスだって私が K2 のアンダー出た時もまだゴリちゃんみたいな感じだったよ、うん、嘘嘘嘘嘘そうだったよじゃあえじゃあじゃあ違うんですよこれは何じゃあ明日多分違う私の中ではプリンセスキャラだけど、なんか最近そのゴリラって感じでなんかそんないじられない。あ、そうなんだ。そう。うん、え、何姫キャラってどんな感じなの？いや、ブリブリだよ私。そう、ブリブリなの私。え、絶対違うと思う。え、そうだよ。MC とかでも？MC は。まあちょっと受けね受けねなんで結局ゴリラキャラ引き取ってるでしょじゃあでもイエスプリンセスな感じですよあそうなんだそう そういう感じなのはいちょっと私戸惑いましたよえそんなんだったっけそうだよプリンセスや私ちょっとあんま納得がいかないなんでなんで行こうと思いますはい総選挙ガイドブックの支配人のコメントに納得してるかはい何が書かれてたのなんか文面ぴったしと覚えてないんですけど、うん意外となんか考えてて、うんうんうん、しっかりしっかりもので、うん、ちゃんとファンの方にちゃんとなんか気持ちを伝えてたらブレイクできる可能性ありみたいな、うん、可能性あるってことだマジか大丈夫そうでもなんか私ね人に気持ちを伝えるのあんま得意じゃないしでも文章はリサ子書ける人だと思うけどねブログ読んでて文章力多分それを言葉にして話せって言ったら多分ちゃんと言えないんだと思うけどそうなんか恥ずかしいんだよね文章だと全然できてると思うんだけどあとねすごいこの間さ、うん、今でに向けての卒業のメッセージの動画撮ったじゃん4、5人でで半ツインしてたでしょしてたなんかもう眉毛に見える眉毛に見えるってすごいコメントが来てて、髪型だけだよ。まゆゆさん、いやでもね、うん、本当に顔面の偏差値は高いんだって、りさこ。じゃあそこは本当に自信持っていいと思う。いやいやいや本当に。自信持って。うん。そっかな。私はずっと言ってるよ。顔面偏差値高い。うん。そうかな。いや、そうでしょ。でも本当に私も確かに、あれ見てたら、うん、あ、まゆゆさんに確かにパッと見見えるって、って本当に。叩かれるからやめよう。叩かれないから叩かれるからやめようよ。叩かれないから大丈夫大丈夫。いやいや。ね、まあね、可愛いブレイク。はい、頑張ります。できる可能性あるから頑張ろう。頑張ります。頑張ろう。はい、頑張ろう。頑張ります。で、もっと胸熱になりたいか。はい。まあ、まあまだ13年だからね。そう、13年生だから、まあちょっとまだ分かんないもんね。そう。でも考えてほしくない。そうね。あ、そうだね。そう、考えてほしくない。まだね、ちょっと若いからね、そういうところ。そう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 。考えるので。で、あとは、ラムネの波形公演のユニット人生は納得いくか、うん、はいはい。じゃあこれぶっちゃけていいのかなここで。あ、いいと思うよ全然いいかな、うん、本当は私ナイストゥーミーツだったんですよ。え、知らなかった。え、知らない知らない。本当はこれ言っていいのかな、マナーザシーサーヨーならんやつが、あ、待ってちょっと待って、そこをカットしとけばいい。そこカットし、ちょっと待って、もう一回何言えばいいかな。普通に最初ナイスミーツだったんですよって言えばいい。あ、私としやさんが逆だったとか言って言えばいいかな。うん、普通になんかマナダさよならだったんですけどみたいな。あ、最終的になんだっけ、嘘つきのダチになったり。 OK、 みやこさんなんかそこら辺が言いそうやからそっちの方がいい。ちょっと待ってね、ナイスミーツだっけ、うん、だったんですけど実は、うん、みたいな感じで言って、でも結局最終的になりました。で、okay、最初はだからえみたいな、大人目の中にいてびっくりしててみたいな。オッケー、だったら多分大丈夫。了解、よし次。はい、ラムネの飲み方公演のユニット人生は納得いくか。はい、ほい、あります。私、うん、
本当は、本当は、うん、嘘つけダチョウじゃなくて、おナイスミーティだったの。本当はね、本当はこれ、これ、ここで初めて公言します。わーって。ナイスミーティでした。最初で、大人のメンバーの、大人メンバー4人と私だったの。で、なんかみんなに大人メンバーの中で頑張ってねとか言われて、あ、頑張りますみたいな。うんうんうん、で、もう歌詞も見て、うん、歌割りも見て、うん、歌も覚えてたよね。うんうんうん、で、そしたらなんかいきなりあのレッスンがそのユニットのレッスンが始まる前に、うん、なんかマネージャーさんに「ああなんかりさこダチョウになったから」みたいな、めちゃほんと軽い感じで「そうなんだ」え、そうなんだ、ええ、みたいな、そう、あ、そうなんだと思って、うん、びっくりしましたね。で今は嘘つきのダチョウに、まあそれが妥当だろうね。じゃあ「ナイスミーツ」の曲はほんといいし、ね、でもりさこに似合うかって言ったら多分またの別問題だと思う。多分だってあの歌さ大人向けだから、ね、あなたに出会えてよかったで、友達、あなた、まあなんか友達の感じ、中学生が歌ではない ね、確かに確かに、で嘘つきなダチョウなんですけど、そうです。なんかポイントとかここを見てほしいとかある？ポイント、でもそうですね、よくでも司会とかで、うん、りさこちゃんの生足がいいよ生足が綺麗だよって言われて、うん、でも足は綺麗だと思う。じゃあでもあの人ね、足がね綺麗に見えるから、いやいやいや、もともと細いから ね、だからまあまあそこにもそう、まあ後藤さんこの生足に注目ですよでもあとあれだよね、ダンスをすごいさ頑張ってたなってレッスンを見てて、そう、あの最初すごい苦戦してたのを見てたから、本当に難しいのあれ、うん、本当に難しいの、びっくりした。あの振り付けのね先生がすごい上手い人なんですよ。上手くて、嘘つきなダチョウのね人がつけてくれる人が、はい、それでなんかもうどうしようみたいな、腰をね、そう腰を振るんですけど、振るのがどうしたらうまくできるのかっていうのをりさこはずっとなんかこう練習してるのを見てたから、鏡見て腰振ってずっとそう、難しいよね。でもあれ難しいよあれ、本当に衣装可愛いけどね、ダンスめっちゃ激しい。ラムネの中で、ラムネのユニットの中で一番激しいから。あ、嘘、うん、クロスよりも激しい。いや、クロスは何気に激しくない。あ、激しく見えるっていう感じか。でもそう、あのスタンドマイクだから、あ、動かないの、まあ、全然。そうだね、確かに手だけだし。なるほどね、まあ生足に注目、そうです、生足に注目。あと苦戦したその腰使いにもね、腰使いにも、はい、見てほしいなって、お願いしますね。松村かおりより自分の方が可愛いと思っている。はい、まあそりゃそうだね。いや、じゃあそういうことじゃないの。いや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 、当たり前だと思うよ。じゃあ堂々と言った方がいいと思うよ、これは。じゃあなんか、でもさっきも言ったように、顔には、まあ、人それぞれ好みがありますそこでまあ一番決めるのはこの子は可愛いとか言ったらもう、うん、絶対誰かが文句言うし。言わないわ。言うよ。あのさ、マイナス思考すぎるよ、ちょっと。じゃあそういうところ顔については私はもう何も言わなくなっちゃう。あ、そうなの。そう、比べてはいけないものだと思って、ね、そうだから、でもカワタンのその、うん、あの持ってるものとか、うん、あの好きな食べ物は違うか。その、じゃあなんか、お寿司ですよ。お寿司だけど、なんか別にそういうのはあれだけど、守ってるものとか、まあ、部屋とかも見たことあるんですけど、可愛いし、なんか。まあまあ、比べない方がいいかな、みたいな。乙女な感じで可愛い。うん。そうなんだ。そう、服も可愛い。堂々と言ってくれていいのにな。いや、ダメなんです。なんだ？ダメなんです。なんだろうね、このりさこの考え、謎。じゃあなんかさ。まあいいよ。うん。で、この企画に呼ばれて嬉しいでした。はい、イエーイ、イエーイ。じゃあこれ結構みんな楽しみにしてるからね。嘘、そう、楽しみにしてるの。私がこれグータスの間に出るっていうのを、うん、あの今から行くんだみたいな感じ言ったら、うん、いいのみたいなって言ってくれた人がいる。そう、嬉しい。それはいいって結構、まあでもなんかね、結構ね、ここ何回かやってきて思ったのが、コメントを見てると、うん、なんかこうやって一人のこうフューチャーして何十分も話す動画がないから、うん、あ、ないから確かに、ね、それを見て印象が変わって、いい方向にみんな変わったって人がすごい多くて、カスミンとかだったら、ケーズステーションとかでも、あんま全然喋んないんだって、うん、から。でも、この間の時も、ちゃんちゃか喋ってたから、カスミちゃんってそういう子なんですね、みたいな。なんか、ふわってしてるイメージだったけども、全然しっかりしてる子で、とか。うん、結構ね、プラスに変えられる。プラスに。そう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 。あとみんながなんか ね、もうなんとかちゃん気になるみたいな、気になりましたとかいうのが多いから、嬉しいですね。うまくいくと本当推しが増えます。あ、
という。なるほど。そうそう。みたいだよ。なんか見てると。もうアピールいっぱいして、アピールをいっぱい。ですね。でね、最後に、まあ、水着を着たいか。いえ！なんで？やだ。なんでさっきも言ったように、だから中学3年生だからそういうのは。え、なんかさ、普通にビキニじゃなくてもさ、うん、なんか中学生の子だったらこういうのもあるじゃん。うん。やだよ。それでもやだ？やだ。なんか私、学校のスクール水着もやだもん。じゃ、それはまた別じゃん。やだ。え、でも、お仕事で来てくださいって言われたら。うん、そしたらまあ来ますよ、お仕事ですもん。いただいたお仕事だし。あ、それは。けど。でも自分からは別に。そう、やだやだ。おー。恥ずかしいじゃん、そういうの。今までで初めて。え、教師だった。嘘。うん。パスミンとかも別に自分から来たいと思わないけど、まあ、来てもいいかな、みたいな。恥ずかしいですね。まあ、高校生になったら変わるかもよ。ほんと？来たいですみたいな。来たい。来たい。この胸熱そうで。出したいですみたいな。あるかもしれないよ。そうなんだ。そうそう。そんなわけで、まあ、質問全部終わったんですけど、ね、長く結構話して、まあでも最後だ。そう、3期生は好きですか？大好きです。イエーイ。大好きです。でね、まあこれが、この動画を、流すときがですね、うん、日にちが、うん、もう、6月の、うん、あれ？どうした？まあ、どうした、ね、どうした？ 6 月の4日に流すということで。6月の4日。おお。そうそうそう。そっか。もう今でが卒業してるんですよ。これは5月、今日30日なので、あの、まだ明日だから分かんないんだけど、うん、分かんないね。ねえ、そう、分かんないね。分かんない。明日会いたかった公演があって、うん、でもその後3期生でご飯行く。そうそう、 やったー、ね、これでね、コメダでこのね、グータスまでめっちゃ言ってたんだけど、うん、みんなで行こう行こうって言ってて、うん、やっと行きます。本当にねえ、はい、嬉しい。公演後に行ってきますので、まあその感想とかね、また他の多分動画で上げてると思うんで、うん、そちらの方見ていただいて。お願いします。まあ、エリカがいなくなって、今でがいなくなって。まだいまいちわかないもん、エリちゃん。わかないね、そうだね。エリカもそうだね。なんか、普通に、なんか、なんだろう、会わないけど、なんか、チーム E が忙しいから会わないのかな、みたいな、そういう感じ。わかる。しかもさ、エリカも、ググタスさ、うん、あの、アカウントあるんですよ、多分。皆さん絶対知らないと思うんですけど。うんうん、で、それで絡んでるから、なおさら。そうそうそうね、実感湧かないんだよね。湧かないね。チャットっていうか、あの、そうそうそう、メッセンジャーね。で、今でもやめたらまたアカウント取り直してやるって言ってたから、多分そうやって湧かないんだろうなって。ねえ、湧かない全然。すごい思う。湧かないんだろうね。ねえ、でも、なんだろうね。パッてね。湧かない。なんだろうね。不思議なもので。3期生ね。まあ減らないと思ってたんだけど ね、一番生き残るだろうと思ってたんだけど、ね、まあ、2期生が一番辞めてないんだよね、卒業生少ない。確かに。そう、確かに、ね、だから K2 のメンバーが一番多分、うん、卒業するメンバー少ないって確かに思った。そう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 、ね、そうなんですよ、うん、まあ、3期はね、なんかこう一つのチームを作ってないから、うん、結構みんないろんなとこでやってるから。確かに、個々でね。そう、個々で結構やってるから、毎日ね、うん、みんなで一緒に揃うこともないから、うん、あれなんですけど。確かにねえ、ほんとに、うん、2年半ですよ。もうそんな経った？経つでしょ。あ、そっか。11月で3年目。やばいよ、もう。やばいね、ほんとに。そんな感じはしないよ、もう。しないよ ね、 ね。で、りさこはなんか、まあ今年はなんかある？目標みたいな、こうしたいなみたいな。うん、でもやっぱ安定したよね。安定してると思うけどもね。安定してない。じゃあなんか、その、そうですね。まあ、うん、白組だけど、やっぱもうちょっと、もっと前の位置で踊りたいと思うし、うん、思うし、まあ、受験生だから、まあ、受験も頑張っていかないといけないし。そうだね。したら結構、大変な一年なのかな、あと半年。それね、怖いね。まあ、どうにかなるよ。どうにかなるか。うん、だね。それだし、そうだよ。アウェンのキス一緒なんですよ。そう、アウェンのキス。一緒なんですよ。そう、それを言おうと思って忘れていた。お、アウェンのキス。はい、あのですね、
あの愛してラブルのタイプ B にあの一緒に歌ってる青のキスが収録されていて、はい、そうだよねもう忘れてたよ言うのこれを本当に一番言わなきゃいけなかったのにね確かに PV 撮影そう、ね、どうでしたかどうだったでも楽しかったよね、うん、楽しかったなんかさ私 SK の今回が本当ちゃんとしたやつ初めてだったからあのさあれずっとしあそっかあの迷うの時とか全然わかるあ赤組のそうそうその時とか全然参加してないからさいまいち SKE のミュージックビデオどんな感じなんだろうと思ってだっけ あれ ピノキオ軍とそうそうピノキオ軍なんかバンジー宣言そう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 あれとかも全然また違うじゃん、ね、違うねそうそうそうやるやつも全然違うし、ね、そう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 やったからまああんなキスはほんとかわいい感じね、うん、お祭りで、ね、そう屋台もあってね美味しかったまあでも意外とダンスが激しいっていうそう激しいよねでも可愛いよそうそうそう可愛い振り付けで、うん、あれだよねでも嘘つきのダチョウの先生と一緒そうそうそうなんですよそうそうなんかそうなんだよねって思ったちょっとなんかあその先生らしいなっていう、うん、可愛いよね可愛くて激しい、うん、そうそうそれでだからミニライブとかはね、うん、注目してほしいよねやっぱりそうだね衣装も可愛いし踊りと衣装とその衣装が浴衣をミニ浴衣にしてるから映える振り付けなんだよね可愛、ね、いしそうそうそう、ね、だからそこを見てほしい、うん、なんかさ裏話とかはあったなんかハプニングとかあったっけハプニングあでもあの私あの綿あめのお店のところに、うんうんうん、あやちゃんが鬼で私たちが隠れるっていうシーンで綿あめにのお店に隠れたのね、うん、でなんかあのいろいろ撮ったんですけど綿あめがあれなんか砂糖入れたらもう勝手になんかそう起動しちゃうからこう綿菓子が出てきちゃうのねあの PV 撮影中もう顔面綿菓子がもう白いのがなんかついてるみたいなずっと綿みたいなずっと綿みたいな、うん、でもなんかもうベタベタするしみたいなのがあったから、うん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 美味しかったけどそっかそうだそう綿かぶってたねそう綿かぶってたしかも美恵子さんがさ、うん、あのすごいあのいっぱい作ってくれてんなんかみんなでなんか屋台のおばちゃんとか言ってあいじってたとかいじってた美恵子さんはねそうそうそう、まあ、最年長だからねそう最年長そうそうそう20これもうすぐ6歳そうだね、うん、25歳か26歳、うん、なるほどね、はい、まあでもチェックしてほしいですねはいそう、そしてですね、もう、リザコ40分だよ。嘘すごくないえ、これ、意外と、立つのすごい早いの。何分番組やん、これ。まあ、でも今回は40だから、20分20分で多分、分けて、前編後編で流すけど。そうなんだ。意外と早くない、ね、はい、で普通今、みんな大体だから、みんな大体だから25、30分くらい話す。そうなんだ。そう、そんな、あっという間なんですよ。ね、楽しすぎて気づかんかった。おー、よかった。嬉しい、それは。でね、そんな感じで、まあ、ありがとうございました。もうリサ子ね、はい、でね次のねゲストを、はい、そう呼んでほしいんですよ、はい、紹介してほしくてお友達をで似顔絵を描いてきてもらったので見せてほしいんですけどどの方ですかこれ見たらわかりますよねわかんないなそっくりこれわからんでもちなみに、うん、カズミンの描いたリサ子の似顔絵はあんまりわかんなくて、うん、なんかカノンですかって人もいたおでもなんか公式のやつで、うん、そのリサ子じゃないかなって予想してる人もいたけどぼちぼちだったねでも私は似てないと思ったんけど似てないと思ったでもこれそっくりやと思うけどな分かんないあでもこの方は出たいってあのこのグーちゃんは出たいって言ってたのね初めてだから紹介したのあそう出たいって言ってたから紹介しようかなってそうあじゃあっくりだよこれ次来週はこの方と対談したいと思いますえなんか不思議な感じだ誰だろうちょっとね内緒なんですけども、はい、まあねそんなことでもう盛りだくさん40分話していきました、はい、皆さんいかがでしたかはいじゃあかわいい顔を5秒ぐらいかわいい顔ポーズと顔をいっぱいアピールしてください切れてアピールいっぱいして推しが増えるよいいですよ増えた今の増えたよしやった増えましたね増えたでねそんなことはわけで、はい、今週のゲストはチームゲッツの後藤梨紗子ちゃんでしたバイバーイ
最後にもう一回自己紹介お願いします。はい、皆さんシートの時間だよ。最初はシートのりから、せーの、りさこガーリラナリルネニチーム K2 15歳だ、うん、チーム K2 15歳のことりさこでした。イエーイ、ありがとうりさこ、バイバイ、また来週。いけるかな。じゃあ行きましょうか。はい、お願いします。ありがとう、ありがとう、ありがとう、めっちゃ楽しかった。あ、本当に40分もやばいよね、びっくり。そんな経ってたの。そんな経つんだよ、これは。はいよ、まあメイキングとしてこれも残すけど、バイバーイ、バイバーイ、よいしょ。